南口矢野口駅は東京都稲城市矢野口にある東日本旅客鉄道南部線の駅である。駅番号は JN17。南部線における東京都内最南の駅であり、この駅からの都内区間は八王子支社管内に入る。島式ホーム一面二線を有する高架駅。2004年7月24日までは相対式ホーム二面二線を持つ地上駅であり、 両ホームが古戦橋で結ばれ、立川方面乗り場の川崎方の端に改札口があった。その後、翌25日に、下り線2005年10月9日に、上り線の高架化工事が完了し、同時に新駅舎の使用が開始された。バリアフリー対応として、改札口とホームの間には、エスカレーターとエレベーターが、改札内コンコースには、 車椅子対応のトイレが設置されている。JR 中央線コミュニティデザインが駅業務を自宅している。府中本町駅管理の業務委託駅。指定席券売機、短距離自動券売機、自動改札機設置。緑の窓口は2016年10月30日をもって営業を終了した。友人改札は時間帯によって無人になり、近隣駅からの対応となる。 2007年9月14日には、高架下に JR 東日本都市開発の管理によるショッピングセンター i イポートやノクチがオープンした。2014年3月14日までは快速が停車していたが、同年3月15日に行われたダイヤ改正で、快速列車の運転区間の拡大により、快速通過駅に格下げとなった。2014年11月29日から、 発車メロディに稲城半城節が使用されている。2020年度の1日平均乗車人員は7869人であった。2002年までは稲城市内の3駅の中では最も少なく、また減少傾向にあったが、駅周辺の再開発により2003年以降は緩やかではあるが増加傾向に転じ、現在では快速が停車する稲城長沼駅よりも、 乗車人員が上回っており、稲城市内の JR 駅では最も乗車人員が多い。近年の1日平均乗車人員の推移は、下表の通り。鶴川街道との交差地点駅舎のすぐ横を鶴川街道が通っている。50メートルほど南に川崎街道との交差点がある。鶴川街道は以前片側1車線の歩道なしの道路であり、過劣な渋滞が常であった。 また、旧駅舎のすぐ横に、踏切があり、渋滞に拍車をかける結果となっていた。それを解消するために高架化がなされ、同時に、鶴川街道の拡幅とバイパスルートの設置が行われた。駅周辺には鶴川街道が狭かった頃の名残が今でもある。2007年11月8日には、徒歩10分ほどの距離にある、東京コカ・コーラボトリングの工場跡地に、 アメリア稲城ショッピングセンターがオープンした。各テナントには、スーパーサンワが入り、他にも、松本清熊沢書店、ザ・ダイソー、パシオースなどのテナントが入店した。京王読みりランド駅からは、徒歩約15分ほどの距離にある。現在は、駅前広場を整備中である。前述の高下したショッピングセンター、アイポートや野口には、富士、ヘルスケア製場、 銀座メガネコンタクトなどが入店している。最寄りの停留所は、南口駅前広場内にある、矢野口駅と、鶴川街道上にある、矢野口駅東である。なお、2011年2月28日までは、鶴川街道上に、矢野口駅と矢野口、北口前に、矢野口駅北のそれぞれの停留所が設置されていた。一番線あたり駅の発車表は、 南部線の大機で採用されているものより幅が広く接近表示も3駅前まで表示される。出展報道発表資料ありがとうございます。